はいどうも、こんにちは、こんばんは、リーダーです。はい、今日はね、週刊 MTG 注目カードランキングの、10月1週目の紹介をしていこうと思います。はい、ではね、早速今週のトピックスに行くんですけども、今週のトピックスはまず、金曜日の生放送来ていただいた方ありがとうございました。今回のね、生放送は、初となるね、開封動画の生放送をやらせていただいたんですけども、いやー、面白かったですね。やってる側としてはね、ほんとリアルタイムでもうみんなとねワイワイやりながら開封できるっていうのはね、なかなかやっぱり新鮮でめちゃめちゃ楽しかったですね。まあ今後もね、セットブースターとか、そのなんだろう、第3のセットみたいな特殊セットがある場合に関してはね、もう基本的には生放送でやっていこうかなというふうに思ってますので、まあ今後もね、そちらを楽しみにしていただければと思うんですけど、まあただ今回ね、やっぱやってみて、まあどうしてもね、画質が悪くなっちゃうのが気になるんで、まあちょっと次回までにね、なんとかちょっと改善していきたいなというふうには思ってますね。で、一応ね、もうそちらに関してはアーカイブ上げておりますし、昨日に関してはコレクターブースターの開封動画もアップしましたので、まだね、見てない方はぜひチェックしてみてください。はい、では次のトピックスですね。次のトピックスは、今週火曜日に禁止改定が行われましたね。はい、でその結果ね、スタンダードにて、自然の怒りのタイタンウーロが、ついに禁止となりましたね。はい、もうね、テイロスが発売して以来、すべてのね、フォーマットで暴れ回っていったウーロについに鉄拳制裁ということで、まあそもそものね、やっぱりウーロ自体のポテンシャルの高さもあるんですけど、まあやっぱりね、その、シン・オムナスが登場したことによって、もう超強力なカードと超強力なカードが組み合わさってしまったことによって、ついにスタンダードで使用禁止となりましたね。まあ正直今のね、スタンダード環境を見てると、これだけで終わるのかは、まあ正直ちょっと疑問ではありますよね。まあウーロはね、もちろんその強かったんですけども、まあでもね、あくまでその勝ち筋の一つにしか過ぎなくて、まあ、根本的にはね、やっぱりね、コブウーラを、まあなんとかしないことには、あのデッキは止まんないんじゃないかなというふうには思ってるんですけど、まあただね、逆にコブラさえ止まってしまえば、速度はかなり落とせるっていうところで、意外とバランスを保ててるのかもしれないですね。まあそこがちょっと保てないようであれば、さらなるね、鉄拳制裁があり得るのかなというふうに思ってますね。まあなので、今後のね、メタの動き、そして、ウーロがそのスタンダードだけの禁止で収まるのかどうか、こちらに関しても引き続き動向を追っていきたいと思います。はい、では早速今週の注目カードランキングに参りましょう。ではまずは、今週の第5位ですね。今週の第5位はこちらになります。はい、今週の第5位は、ランドーノザ・オムナスになります。はい、こちらね、皆さん注意していただきたいんですけども、創造のザ・オムナスではなく、ローテーションによってスタン落ちしたランドのザ・オムナスですね。効果というと、ディムールカラーの4マナ33の伝送クリーチャーエレメンタルで、このカードが生まれた時に、クリーチャー1体かプレンズオーカー1体かプレイヤー1体に、あなたがコントロールしている、エレメンタルの総数に等しいダメージを与えるよと。で、土地が一つあなたのコントロール下で場に出るたびに、あなたがコントロールしているエレメンタル1体にプラス1カウンターを1個置いて、あなたが土地を8個以上コントロールしている場合は、カードを1枚引くよと。ということで、今ね、スタン落ちしたはずの、旧オムナスが注目を集めておりまして、その理由はというと、結局は新オムナスの影響ではあるんですけども、モダンのね、エレメンタルが今かなり盛り上がってきてるんですよね。で、モダンのエレメンタルってもともとアーキタイプとしては存在していて、まあ、バイアルからね、骨精霊でどついたり、雷族の呼び覚ましで、骨精霊釣ってきてどついたり、まあ、思った以上にね、いやらしくて強いデッキなんですけど、まあ、そこにね、新オーナスが加わったことによって、さらに強化されて、今注目が集まってる感じですね。で、あとはまあそれ以外にも EDH の需要が上がってるっていうのもありそうですね。まあ、もともとこのカード自体も非常に EDH のジェネラルとして、強力なカードではあったんですけど、新オーナスがね、登場したことによって白を足して、新オムナスをねジェネラルにした場合にも必ずこの子は採用されるので、まあそういう意味でも盛り上がってるのかなという感じはしますね。でその結果ね、主に海外で価格が上がっておりまして、現在15ドルまで上がっておりますね。でただね、日本では現在まだ300円ということで、こちらはね買いでいいんじゃないかなと思いますね。まあ理由としては、まあ、さすがに海外と比べて安すぎるというところと、スタン落ちによってね、もうスタンでは使えないカードになってしまったんですけども、モダンとね、EDH というフィールドに、まあ割とね、確固たる居場所を見つけたんじゃないかなという感じがするので、まあそこでの需要っていうのは硬いかなと思うんですよね。
で、それにプラスして、まあ今ね、その新オムラスが様々なフォーマットで試されていることを考えると、同じね、上陸シナジーを持つこの旧オムラスも一緒に採用される可能性は十分に考えられるんじゃないかなと思ってるんですよね。もう動きとして、その新オムラスの2回目の上陸で4丸出してそのまま旧オムラスタダ出しとか、もうさすがに強すぎる動きだと思うんで、まあ個人的にはね、かなり注目しているカードになります。はい、では続いて今週の第4位ですね。今週の第4位はこちらになります。はい、今週の第4位は義賊ですね。こちらね、去年あたりに一回紹介させていただいた気がしますけども、このねローテーションのタイミングで再度高騰を始めてますね。で、その理由は、現在スタンダードで赤タン、そしてグルールなどの、前のめりのアグロデッキが、流星し始めてることが要因かと思われます。このあたりのね、あの前のめりのアグロデッキではやっぱり手札の消費が激しいんで、その義賊のね下の能力がかなり生きるんですよね。で、これにより、価格がじわじわと上がり始めていて、現在最安値で780円ということで、まあ、こちらねもう値上がりを始めてるのでそんなに強くはお勧めできないんですけど、まあ、個人的にはもうちょっと上がるんじゃないかなというふうに思ってて、で、その理由としては、現在ねまだ実績は残してないようなんですけど、まあ、この子自体がねならず者であり、その下の能力がならず者にシナジーを持ってるってことで、赤が絡んだねならず者デッキが新たなアーキタイプとして出てくるんじゃないかなと思ってるんですよね。現在ねスタンダードでは、ローテーション及びウーロの禁止の影響を受けてディミーア型のねならず者がかなり猛威を振るっていて、まあ、こちらもねかなり前のめりなデッキではあるので、まあ、こちらを採用したそのグリクシスなのか、まあ、赤黒ローグみたいな、デッキが出てきてもおかしくないんじゃないかなと思ってるんですよね。で、もしそうなると、2マラの4枚採用される新ワレアということで価格がね一気に上がる可能性があるので、現状の赤タン、そして、新たなアーキタイプ、まあ、あとは下でもワンチャンあるんじゃないかなと思う方に関しては、この価格でも購入を検討してもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、では続いて今週の第3位ですね。今週の第3位はこちらになります。はい、今週の第3位は、厚かましい借り手になります。こちらもね一時期は、注目カードランキングの常連だったカードなんですけど、かなり久々の登場となりましたね。こちらね今再度注目が集まっておりまして、その理由はね先ほどちらっと紹介した、スタンダードでのディミアローグ、そして、出来事ビートダウンの流星によってスタンダードでの採用率が大幅に上がっていることが要因かと思われます。ということで、今ねスタンダードで最も注目されている2つのデッキに2枚から4枚採用される新ワレアということで、チャレンジャーデッキに再録されたのにもかかわらず今高騰していて、その結果ね今現在価格2550円となっておりますが、こちら実はラグっていて実際はね3000円まで高騰してますね。いやー、これはすごいですよね。もともとそのかなり強力なカードであり、スタンダードに限らずねかなり幅広いフォーマットで使用されてたカードではありますけども、まさか3000円まで戻ってくるとは思いませんでしたね。で、こちらに関してはねもう難しいところではありますけども、余ってるようであれば売りでもいいんじゃないかなというふうに思ってまして、理由としてはね、もちろんスタンダードでもあと1年は使えますし、今後も需要が上がっていく可能性はあるんですけども、海外の価格差っていうのはちょっと気になるところではありますね。海外では現在20ドルということで、こちらね日本と海外での現状のその競技フォーマットのね需要の差はあるとは思うんですけど、まあ、当面ねそのマジックフェストも紙の大きな大会が、やるってことが告知されてない以上、まあ、そこまで急激に上がることはないんじゃないかなと思ってるんですよね。で、あとは、日本でもね買取価格が3000円とかいうお店もあったりして、販売とねあの買取の価格がほぼ変わらない価格まで来てたりするんですよね。まあ、なので他のフォーマットでも使う可能性がある方は全然持っておいていいんじゃないかなと思うんですけど、少なくともねスタンダード需要で今上がってる現状を考えると、スタン落ちしたタイミングではね今よりも確実にね安く買えるタイミングが来ると思うので、まあ、今余ってる場合に関してはね高価買取してくれてる、このタイミングに売ってしまってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第2位ですね。今週の第2位はこちらになります。はい、今週の第2位は、盗賊ギルドの処罰者になります。こちらね今週に入り最も注目度が上がったカードといっても過言ではないですね。こちらね初登場になりますので、効果を説明すると1マナ11のクリーチャー人間ならず者で、瞬足を持っていて、このカードか他のならず者が1体あなたのコントロール下で場に出るために、各対戦相手はそれぞれカードを2枚切削するよと。で、対戦相手1人の墓地に、カードが8枚以上ある限り、このカードはプラス21の修正を受け接しを得るよということで、M21 でねキーワード化した、ミルン
能力の総称、切削とシナジーを持つカードですね。でこちらね M21 で初登場した際にも、この美しいイラストとね可能性を感じさせる能力で、まあ、一時期はねミルバーなんて言われたねあのアーキタイプもできたぐらいだったんですけど、まあ、割とすぐにねほとぼりは冷めて、今週に入るまではね特にそんな採用率が上がってたってこともなかったんですけど、今週に入りね一気に注目を集めましたね。でその理由としては、ゼンティカーの夜明けが販売したことによって、ならず者が大幅に強化されたこと、そして、今週この子が輝くためには絶対に存在してはならないウーロが禁止されたことですね。そうなんですよね。現状のスタンダードでは、ウーロの、ね、採用率が半端じゃないことになってたこともあって、この切削っていう能力がね相手を後押ししてしまうケースが非常に多かったんですよね。なので可能性はありつつも、まあ、どうしても使いづらい部分っていうものがあったんですけど、まあウーロをね禁止されたことによってもうタガが外れて今もう大空へと飛び立っていったっていうような感じですかね。ということで、現在ね注目度がかなり上がっていて、価格に関しても、ラグリにラグって現在最安値で770円まで高騰してますね。まあ、こちらに関してはね基本的には剣、まあ、慎重派の方も売りでもいいのかなというふうには思っていて、まあ、正直ねこれを機に強さが証明されれば、まあ、他のフォーマットで試されたりとかしてまだまだ注目は上がっていくんじゃないかなと個人的にはまだまだ期待してはいるんですけども、まあ、レアでねやっぱりこの価格ぐらいまで上がってしまうとやっぱり明確なね使用する意思がない限りはなかなか手を出しづらい価格にはなってきているので、まあ基本はねあの剣の姿勢でいいんじゃないかなと思いつつも、まあ、欲張るんであれば、まあ、この人気を考えると瞬間的には1000円ぐらいまで上がってもおかしくないんじゃないかなというような感じはするので、まあ、持っていてね不要な方に関しては、タイミングを見極めて売るのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、では続いて今週の第1位ですね。今週の第1位はこちらになります。はい、今週の第1位は、自然の怒りのタイタンウーロになります。いやーついにねスタンダードで、禁止となったウーロくんですけども、まあ出た当初からね強い強いとは言われておりましたが、やはりね、まあ、その前に大子の存在がやっぱあったんでね、まあ、大子ほどではないことから、まあ、禁止にならないんじゃないかというふうに思ってましたけども、まあスタンダードのねローテーションを受けて、まあ、オムラスというね最高の相棒を手に入れて、まあ、目に余ると判断されてついに禁止となってしまいましたね。でその結果ね一時はまあ1万円近くまで高騰していたウーロですけども、現在約半額の5000円まで下がりましたね。まあ、この価格は本当に、今年の5月以来の水準で、まあ、約5ヶ月ぶりにこの価格まで戻ってきたっていうような感じですね。で今ね皆さんが気になるのは、まあ、ウーロはこのスタンダードの禁止のみで済むのかと、それとも、多くの後を追ってパイオニアモダンとね下環境でも禁止になってしまうのかというところだと思うんですけども、まあ、これに関してはね、まあ、あくまで個人的な意見としてはその可能性はねあるんじゃないかなというふうに思っていて、でその理由に関しては、ちょっとね現状のウーロの各フォーマットでの使用率っていうのを調べてみたんですけども、現在パイオニアでは採用率 26%、平均 3.2 枚の採用率でクリーチャーの使用率としてはナンバーワンですね。でモダンでは採用率 16%、 平均 3.4 枚の採用率ということで、ルールスに続いて第2位ですね。そしてレガシーでは 22%、平均 2.6 枚の採用率で第2位ということで、スタンダード以外のフォーマットでもね異常な採用率になってるんですよね。本来ねこの数字は他で類を見ないようなレベルの数字ではあるんですけども、まあ、実はこれに関してはね今に始まったことではなくって、まあ、ここ最近はねずっとこんな感じで、まあ、実際のねクリーチャーの使用率としては、まあ、トップ3にいつでもいるみたいな感じではあったんですけども、まあ、メタゲームとしてはねそのウーロを使ったデッキが異常な支配率を持ってるってわけではないので、まあ、今はね割とギリギリの水準でセーフになってるんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。まあ、なのでイメージ的にはその黒い撃機一発で残り穴が1個か2個しか残ってないような状況で、まあ、こっからちょっとでも悪目出ししようもんなら、まあ、いつでも準備はできてますよみたいな感じなのかなというふうには思ってて、まあ、なので今すぐにどうこうっていうわけじゃないんですけど、まあ、今後ね一気にメタが動くことがあった場合に関してはやっぱり注意した方がいいんじゃないかなというふうには思ってますね。まあ、なので、これだけねあの価格が下がったこともありますし、本来ねスタン以外でもこれだけの使用率とパフォーマンスがあれば、まあ、5000円でも安いんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあやっぱりねリスク自体はどうしたって付きまとってしまうというところを、まあ、意識しておいた方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。まあこれに関してはまあただね完全に個人的な予想ではあるので、まあ皆さんがねこのウーロに関してどう思ってるかっていうところに関しても、ぜひねコメント欄なんかで聞かせていただければと思います。
はい、ということで、今週の注目カードランキングは以上となりますが、いかがだったでしょうか。今週はね、なんとほぼスタンダードに近い環境で使われるカードのみということで、かなりね、なんだろう、懐かしさのあるラインナップになりましたね。まあやっぱりね、そのローテーション後の新環境というところと、まあ禁止改定ということもあり、かなりスタンダードに動きが多かった週ではあったので、まあそちらのね、注目度がかなり上がった週だったのかなというふうには思いますね。で、先週にもね、お伝えしてましたけども、海外の方でもね、現在その主要な再録禁止関連の値動きもようやく落ち着きを見せてきた印象ではあるので、まあ、今後はね、もしかしたらスタンダード周りのカードを中心にお伝えすることが多くなるかもしれませんね。まあ、あとはね、やっぱ油断してると、一気に何かが起こったりするので、まあ、今後ね、どんなカードが注目されていくのか、まあ、引き続きね、注視して全体の動向を追っていきたいなというふうに思います。はい、ではこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。